いやー、なんか眠そうじゃないですか、私今日。大丈夫かな、なんか眠そうな、まあ眠いんですけど めっちゃ眠いです。まあで5時やねって感じですけど、昼も寝そうやった。いや天気いいしね、なんか暖かいかな。寝そうでした。今日花粉やばかったんだけど、めっちゃやばかったです、最近で。え、なんか一番やばかったかも。え、どうかな、すごかったです。薬飲んでたけど全然効果ないくらい。いや、あったんだろうけど、薬飲んでてももうひどいくらい。今でもムズムズしてる。朝からずっとムズムズしてる。目もかゆいし。あ、目薬しようと思ってずっとしてなかったんです。あったでしょ。福岡あったかかったですよ、めっちゃ。眠そうでしょ、めっちゃ眠いです。やばい。マジ眠い。もう何回も。こうやって寝そうになるのを我慢しました 公園ですか？楽しかったです。今日はもう疲れました。公園 楽しかったですね。楽しかったよ、子供に混ざって。薬はなんか、その薬自体は眠くならないって書いてたけど、え、多分。でもまずね、そうね、夜に飲んでるし、寝る前に飲んでるやつなんですけど、眠くならないって書いてたけど、マジ眠い。これは薬の効果じゃないです、私はね。もういつでも眠たいって マジ眠い。そう、普通に眠いだけです。お腹すいた。今日はね、そう、公園に行ったんですよ。なんか天気いいから、なんか用事もなかったから、朝から公園に行って。なんか喉枯れてません、私大丈夫 公園に行って、家族、あ、ママと母と妹と弟と4人で行ったんですよ。朝から子供たちに混ざってなんか遊びました。ブランコしたんだけどさ、めっちゃ楽しかったんだけど めっちゃ楽しかった、ブランコ。なんかジェットコースター乗ってるみたいでした。子供の頃よくこんなので遊んだなって ジェットコースター乗ってる気分になるくらい怖かったな。楽しかったです。鉄棒もしたんだけど、すごい、なんかすごいな、鉄棒とかめっちゃきついもん今やったら。鬼ごっことかするんだけど、私体力なさすぎてすぐバテるの 体力なさすぎて。そうそう、妹もしかもさ、めっちゃ元気なんですよ。いや、子供だからまあ元気なのはしょうがないんですけど、子供だからっていうのをなしにしてもすごい元気なんですよね。めっちゃ特に元気な子供だと思います。お弁当も食べてね、帰ってきました。眠い。そう、今日はみんなに見てほしいものがあるんです。じゃん。これはクマさんです。ショールームさんからいただいた。クマ。皆さんが、クリスマスのイベントでギフトを、何のギフトだったっけ？そう、投げてくださって、それをなんか達成して、いただいたクマなんですけど、かわいい。なんかでもずいぶん前に届いてたんですけど、あ、いつ言おうかなってなんか待ってて、そう、今日登場です。じゃ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 ーん。
あっという間に、そう、あっという間に集まったのありがとうございます。おかげで可愛いくまちゃんの仲間入りです。いいよ、いい、いいよ。あ、目の中にいた。待って、いった、待って、目の中にいた。大丈夫です。やだ、なんでだろう。昨日ちゃんと薬飲んだっけ？で、不安になってくるんですけど、今日はすごい。待って、ちょっと目が、え、待って、大丈夫です。クマさん、そう、それを皆さんにありがとうってこうやって一緒に登場して言いたかったんですよ。ありがとうございます。おかげで妹がたくさんか可愛がっております。寝る時も一緒、いつでも一緒です。じゃーん。で、声を置きたいんですけどね。椅子持ってくるかな。あ、だ。神みたいになってるよ。神様。バリ神々しいですけど。ここに会える。では。3月はね、書くだけないでしょ。いや、懐かしい。そう言ってた。書く、書くなんて。なんで HKT じゃないって言われるんだ。あ、めっちゃ言われますよ、私。一番言われる。え、HKT やろうとか。言われるし、ん、 AKB ん、 HKT ってことって毎回言われる。いや、 HKT じゃなくて AKB なんですけど、の47都道府県あるチームメイトの福岡県代表なんですよ。福岡県代表って言うとめっちゃびっくりされるんですけど、あ、そうなんですよっていう感じですね。そうそう、私めっちゃ HKT と思われてます。 AKB って言ってる人にも HKT って認識されてることが多い。HKT とは違うんですけどって感じですよね。複雑だよね。まず HKT を知らない人も多いし、なんかね、確かに難しいね。そう説明が難しいんですよ毎回。 AKB48 で47都道府県から一人ずつ代表が集まってるチームメイトっていうチームがあるんだけど、え、チームって、あ、AKB って48人じゃないとってまずそこで言われるんですよね。いや、48人ところじゃなくて何百人もいるんだけどみたいな。そっから説明が難しいですね。やっぱ世間の人は歌番組に出てる16人くらいと、あと何人かで48人で AKB48 っていう認識だと思います、世間一般の人。何百人も全部合わせたら何百人もおるよって言ったら、そんなおるとってびっくりされますね。福岡代表というとハードル上がりそう。マジそこで一気に上がります、ハードルは。え、福岡の代表って言われます。そこで毎回、あ、そうだ、私は福
効果を代表してるんだって思わされます。いやみんな40 そうなんですよ、みんなで、ね、48人って思ってるの。じゃあなんで48って言うとって言われます。それは知らんって言うんだけど、みんな48人と思ってる。だから乃木坂さんとかも46人と思ってるし。ウケる。でも私どうだったか、48人って私も AKB になる前思ってたかもしれない。今回 HKT の衣装ですよ。うーん、そうかもね。どうだろう、うん、HKT、 うん、どうだろう、 HKT を知らん、あ、そうですね、48人あるある、なんで47って言われるんですけど。ありましたね、高校生活。懐かしいな。何が印象残ってるかな。でもなんかみんなで電車で帰って、なんか帰りに、あ、なんだ、天神とか行ったりして制服で、それがシンプルに楽しかったかな。でも体育祭の練習期間とかもめっちゃ楽しかったな。制服で遊びに行くのが一番楽しかったかもしれない。楽しい、なんか JK してるなって感じでした。可愛い制服みんなで着てプリクラ撮ってタピオカ飲んでお買い物して帰るんですよ。それが楽しかったです。補導されない前に帰ります、ちゃんとしっかり。それはうーん、高見田さんの初めの印象と慣れてきてからの印象、私高見田さんとあんまり会ったことがないんですけど、あ、でもずっとテレビで見てたスーパースターやって感じだったんで、一回だけなんか写真撮ってもらったことがあるんですけど、 なんでだったか、あ、高見田さんの卒コンの時だったかな、その時にお話ししたんですよ。でもそれ以外であんまちゃんと話してもらってなかったかな。印象ですか、なんか、でもそんな深く話したことがないんですけど、変わんなかったですよ全然印象。でも優しかった、なんかリーダーって感じでした。高校で髪伸びた、切っちゃったからね。高校ずっと切ってたからな、ちょこ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 。一番最初に会えて嬉しかったね、まあ。え、エイトです。AKB で。え、誰だろうな。会えて嬉しかった。え、みんなです。皆さんですよ。皆さんです。だろうな。でも8に始めた、一番最初あったじゃないですか。でもみんな可愛すぎて、アイドルってすげえってなったの覚えてます。めっちゃ可愛かったもん、みんな。
めっちゃ緊張しました。あんな可愛いお姉さんたちに囲まれて、大量の大人数の。そうですね、1年生の時は両立が一番大変でしたな。まあそれも今となってはいい思い出です。逆に大変でしたね。あの時があるからもう何も怖くないです。15分に終わります。バイトとかしたかった、全然したかった。なんか周りの子がしててめっちゃ楽しそうだなって思います。ね、めっちゃ楽しそう。バイト一番したかった。私なんかでも本当にしたいんで、 AKB を卒業する日が来たら卒業して一番にちょっとバイトを経験してみたいです。何かやることが決まってたとしてもバイトをちょっと一回経験してみたい。 AKB のうちはできないから。むしろ白店員さんとかにけど、どんなバイト、どんなバイトだったっけな、私がしたいの。映画館したいです。でも映画館は楽みたいな言いますやん。楽でめっちゃ稼げるみたいな。でも暇すぎるっていうからな。なんだろう、飲食店はちょっと嫌なんですけど、いろんなとこでしたいですね。カフェとか、まあ花屋さん、スタバ、あ、そう、パン屋さんしたいな。マック大変そう。動物は無理だな。確かに。接客がいいの。確かに。でも接客めっちゃ自信ありますよ私。接客に自信もあります。歌うアイスや。やば、稼ぎますかそれ。歌いますからね。じゃあオムライス作ってた。え、バイトで？すごい。すっげー。もつ鍋。食べれるかな。ちょっとウケるんだけど。飲食店大変そうだな。まあどこでも大変ですけどね。そんな。覗いた。めっちゃ今日花粉すごいな。
12時くらいに寝た。それだけ。昨日夢見たんですけど、なんか結構いろんな夢見た気がするんだけど、覚えてるのがなんか超地味、面白くない、なんかダンスなんかね、女性アイドルグループのレッスンを見学する夢でした。 K-POP の K-POP アイドルのレッスンを見学させていただく夢を見ました。なんかそれしか覚えてない。かっこよかったな。ケンタッキーは余れば食べれるよ。うわー太りそう。いとこがハンバーガー屋さんでバイトしてて、身の振りいっぱいも、ハンバーガー食べたくなっちゃった。ハンバーガーいいよね。ハンバーガーいい、いいな。家庭教師、私教わっちゃう側になっちゃうな。家庭教師した逆に教わっちゃう側になっちゃうな、中学生とかに。ダンスしてる側じゃなくて、そう、見学してました。なんかお掃除とか、お掃除とかお皿洗いとかしたくないな、あんまり。わがままわがままですけど。ミスド余ったら食べれるかな。もうそれしかない、それ目的です。すごい、なんかイチゴが飛んできた。今日ね、ひいおばあちゃんからイチゴが送られてきた。さ、え？長崎のか、長崎のイチゴが送られてきた。8パック送られてきました。もう毎日イチゴ食べれるんだけど。サチ、サチサチ。お借りしてたんだけど。笑顔は出てて。図書館の受付素敵ですね。私図書館大好きなんでいいですね。私勉強の成績全然良くないですよ。全然よろしくないわ。普通に良くない。吉田家はイチゴどうやって食べるの？は、あ、イチゴですか？洗って食べる。あ、そのまま食べる。なんだろう、どうやって食べますか逆に。あ、練乳とかはかけないですね、全く。普通にそのまま食べる。あ、暗くなったね、一気に。沈んだ。うわ、見える。え、かわいそうやけ。そんなこと言わんと。はは。私と真反対ですね、真逆。これはちょっとお返しします、クリスマスの時は。名前なんて言うの？クマだそうです。私の妹はクマって呼んでます。
呪術廻戦19話まで見終わった。え、早くね？すげえやん。あら、え、これさ、なんか妹が絶対深くかぶらせてるから。こんくらいじゃない？普通。ねえ。絶対おりゃおりゃってしてます、妹。うわっ、クマ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 、イエーイ。もう8分じゃん。すきましたね。いっぱいご飯食べようと思います。明日はね、何もないわ。みんな明日から3月ですね。そして1週間も始まります。頑張りましょうね。強い。いやー、いいね。ご飯は好きなものから食べる？いや、嫌いなものから食べ、好きじゃないものから食べますね。で、最後に楽しみをとっておくタイプです。いや、3月早いね、本当に。去年の3月何してたかな。早いですね。1年早っ。花粉症に頑張ります。花粉症頑張ります。インスタで写真を見られてたね、マリアちゃんに。それなそれな、イエーイ。おしゃれな、おしゃれな椅子でしょ。ふう、腰痛くなるんです。めっちゃ腰、勉強してると腰痛くなるんですけど、おしゃれさは最強です。ああ、公演、確かに劇場公演3月は出てましたね。
顔がかゆい。クマちゃん見ると何か考え事中に見える。面白。確かに。考えてるね、何か。今日の夜ご飯は何にしよっかな。てか、もうクリスマス終わったのに、なんでこの帽子かぶってるんだろう。かりんちゃんの今のモチベーションは何ですか？私の今のモチベーション何だろう。みんな何、例えば何だろうな、みんなの今のモチベーション聞いていいですか？皆さんの今のモチベーションっていうのはお聞かせ願ってもよろしいでしょうか？何だろうな。目薬市販のやつだよ市販のやつ何だったっけな、なんとかなんとかです。多分聞いてる、よく多分よく聞いてるなと思います。多分男の子でもイケメンね。私でしょ。いや、言われますね、よく言われる。それな、私なんか夫、確かに女性でもなんか、あ、なんだろう、まあ、まあ確かにそうですよね、そう思います私もそれな。でも女性に生まれてよかった、女に生まれてよかった。ドゥドゥクマの夜ご飯鮭、私の夜ご飯も鮭、知らんけど、なんだろう。あ、カレンちゃんは毎日見れることです。ありがとうございます。うるさいです、うるさい。 AKB のイベントに参加すること。みんな素敵やな。残りのツアーに参加する。うまい飯を食うこと。最強。うまい飯しか勝たん。マジうまい飯しか勝たん。スニーカー買うこと。おっしゃれー、おっしゃれー。酒いいな、酒で生きてるぜその人はまあまあもらんと思うんですけど、酒で生きてるぜって言ってみたい。私酒で生きてるわ言ってみたい。かっこいいどこの憧れって感じですけど、私酒で生きてんだよね、私の生きがいは酒ですって言ってみたい。酒しか勝たんどんな酒しか勝たんって言ってみたい配信が癒しです、ありがたい。あ、私はアニメ見ることかな。本当になんかまた新しい好きなものを一つ見つけれて嬉しいです。アニメ見てなかったら何だったかな。いや本当にだってそうですよね、やっぱこうやって活動も十分にできないし、できてないし、前ほどね家にいる時間も相当多くなって、やっぱすなんだろう、疲れは相当たまるじゃないですか。ある意味ね、逆にね、だからかな。家での晩酌しか楽しみがないよ。かっけえな、なんか
かっけえな。お菓子作りみたいですか？作ろう。お菓子最近作ってないな。モチベーション何か大事ですよね。私がこうやって配信してることがちょっと一つのモチベーションにでもなってもらえたら嬉しいでございますね。今日前髪がなんか意味わかんない、意味わかんないんだけど。マジ眠い。もう眠い。どうしよう、寝たいんだけど、どうダメだよね絶対。だってお風呂入ってないし、ご飯も食べてないし、ご飯はいいんだけど、だからもうご飯食べてお風呂入ってさっさと寝るわ今日。ドゥ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 、よう寝るよう寝る。いや本当明日頑張ろうね。急に今日明日頑張ろうね、本当に明日から。夜勤明けで眠いです。私なんか公園しか行っとらんのに眠いって何やるのな、甘えすぎたな。あこんな頑張ってる人いっぱいあるのに公園行っただけで眠いって何やろなんて。すいませんめし食べないで寝ちゃうことない？あ、ないですね。ちゃんとしっかり食べて寝ますね。ご飯食べないで寝てたらね、起こされる。お母に起こされますね。あ、寝らんで、あ、起きらんないで、ご飯食べるよ。カレーやん、ご飯やんって起こされますね。寝れないわ。寝れないわ。ヨーグルト花粉症にいいと聞いたことあるね。それ調べました、私も。あとなんか、タンパク質を、変えるといいみたいな花。大変だな。どうやろう。いやマジみんな頑張ろう明日から。いや頑張り時ですよ3月は。いろいろと。本当にまあ楽しんでいきましょう。明日からも楽しんでいきましょうぜ。じゃあ私はさよならするぜ。暗くなってね、一気に。始めた頃はあんな明るかったのに。よし。ではランキングを見ます。13位ももちさん、ありがとうございます。12位ジャリングさん、ありがとうございます。11位ヌッシーさん、ありがとうございます。10位ひでじろさん、ありがとうございます。9位まさやさん、ありがとうございます。8位まぼろしさん、ありがとうございます。7位たかやく%さん、ありがとうございます。6位とりおえじさん、ありがとうございます。5位こたんさん、ありがとうございます。4位じんじんさん、ありがとうございます。3位くぼてつさん、ありがとうございます。2位石のピンポンさん、ありがとうございます。1位ももかんさん、ありがとうございます。てか待って、進撃の巨人って今日じゃない？ね、今日じゃん。今更なんだけど。え、今日です。日曜だよね、だって。
見ちゃいますか配信ね私のショールーム配信がアニメにどんどん侵略されていくんですけど、もしや、もしかしたら明日配信で見るかもしれないです。ということで明日からも頑張りましょう。じゃあね、さようなら、またね、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。